はい、どうも皆さんこんにちは、ハンニャでございます。100万歳のババアですね。次のねアップの年齢までひたすらね肩叩きしまして、このババアをね若返らしてきたわけなんですけども、まあ、ついにちょっとまた次のね若返りまでね、近づいてきたということでですね、早速ね、これまた続編で動画上げるのかよっていうねとこなんですけども、まあね、やったからにはやっぱ最後のね美貌かどうか分かんないんですけども、まあちょっとね見届けることができればなと思ったので、まあ動画自体はそんな長いものにせずに、まあ、ババアのね若返りっぷりをちょっと見ていこうかなと思っております。ではね、あと500歳なんでさっさとね若返らしていきましょう。でこれ筋トレ美容肩たたき自主トレってあるんですけども、やっぱりね肩たたきが一番若返らせるのに適してるかなとは思うんですよ。であと美容とかね擦り続けないといけないのと、なんかミス判定が多いんでちょっとなかなかね若返りが難しいかなと。で自主トレはどっちかっていうと、いじらない時間帯ですね、あのスマホ自体をね、その時に自主トレにしといて放置しとけば、まあ、少しだけなんですけどもまあ若返るんで、まあ、放置してる間はこの自主トレを使って若返らすことができると、まあ、いうことなんですね。今回ちょっとね一つだけ紹介してなかった筋トレ、こちらをちょっとやっていきたいと思います。よいしょ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 。これもね若返る速さはあるんですけど、このねちょっとリズムゲーというかタイミングゲーみたいな感じなんでなかなか難しいんですよこれ。ほい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 、あーミスった。まあ、こんな感じでねずっと連打していくだけの話なんですけども、これちょうど聞いた時じゃなくてこのタップって出てる時にね押すのがまあベストみたいなんですね。で若返る速さは結構ねすぐに5歳ごととかねなってくるんですけども、いかんせんね難しいんですよこれタイミングは。なのでちょっとねこれはもうあんまり使わずに、やっぱり一番若返らすのに適している肩たたきでねやっていけたらなとは思っております。あ難しいなやっぱり。はい、ということで、残り370歳ということなので、もうちょっとねちょっと勝手に出てこないねこれ。肩たたきやります。これちょっとツイートにもあげたんですけども、あのねこれ1回叩くごとにね1コンボなんですけどもね、これちょっとねもう1万ぐらいいくっていう、ちょっとねなかなかド M なことをしましてですね、もう指がねちょっとね崩壊しそうになりましたね。でもこれがやっぱり一番楽です、若返らせるのは。もう両手を使ってね、疲れた方の手を1回離してもう1個の方の手でやるっていうね、まあそういうこうしてる間にですね、さあ若返りましたよ。何これ嘘だろ。ですね、若返ったというかは赤くなっただけですよねこれ。マジか。で次がですねまた75万歳らしいんですよね。でちなみにこのババアは鬼軍曹時代ということで、まあ何かしらね、まあ、やんちゃに暴れ回ったんでしょうねこれ。ただそのさらに若い時代、ハルクって書いてるからなおさら暴れたんでしょうねこれ。これは多分おそらく75万歳で、若返りが可能ということなんでしょうね。その前にさらに殺意の波動とかあるもんな。もうあらゆる男という男をね投げ倒してきたんでしょうねこの時代は。どういうことだよ本当。神ですからねその前、さらに神時代ってもうなんだよっていうね、もう世界を創造したんでしょうねこのババアがね。はい、でまあ最終的に言うところはこの全盛期時代
なんですけども、美魔女時代でも結構ね、あのスタイルは良くなってるんで、いい感じなのかもしれないですね。ということでですね、次はですね、このハルク時代を目指してですね、また若返りの方をね進めていきたいなと思います。まあこれだけの動画ですよ、本当に。もうね、ババアにね時間を費やすのが本当もったいなくてですねだったら他のねモンストの動画だったりとかね、今やってる釣り、まあ、釣りはねそんなに結構課金要素も強くてアイテムがないと難しい部分もあるので難しいんですけども、まあぼったくりバーとねモンストと、まあ、このババア動画をね交互に上げていければなとは思います。もちろんスマホはスマホで上げていきますし、コンシューマー系のゲームはねコンシューマーのゲームで上げていきたいと思いますんで、はい。ということで、次はですね、ハルク時代が近づいたらまた動画の方を、アップしていきたいと思います。では今回はこの辺で終わっておきたいと思います。ではでは。